どうもジョロです。スプラトゥーン実況パート4やっていきたいと思います。今回ですけども、ヒーローモードをやっていきます。ここですね、新しいとこ。4、吹き上がる完結戦。打って吹っ飛び、フライハーイ行きましょう。まあ、さっき5クリアしてもだけど、行こう。5つ生ず集めなあかんから、これ2つ目ですね、このエリアの。ステージ2の。天山完結戦塗ったら湧き出すぞい。おー、すげえすげえすげえおー、すげえウフウちなみにこれジャイロ地点から切り替えて俺変えました。あ、狙われてる狙う、わし狙われとんかな。オッケー。なので結構多分ちょっと操作がやりやすくなったかなっていう印象。オッケーですね。うん、こんな感じで視点切り替えを全部、右スティックでできるようにしました。これオプションでね、できるみたいですね。てか、できるみたいなのができました、俺は。ので、まあまあ、使いやすくなりましたね。ん?あ、なるほど、完結でやると。オッケー、行こうヤッホイー。え?あ、なるほど。ほう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 。スタンプのとこね。敵が結構な、おもろいんやな、こいつら。オッケー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 。いいねいいね。おい、完結戦行こう。吹き上がっていい。オッケー、ジャンプ。ほっ。マジで!うわ。うわ。ちょ、調子乗りすぎだな。ほほー、タコスタンプとはの、で、痛いじゃねえか。行こう。逃げよう。ほっ。オッケー。いいね。ふぅ。オッケオッケーいいねよし。ほら、ほら。あ、見た!ふぅー!結構ジャンプむずいなぁ。あ、これ、ゲームもなりたくない。ちょっと調子乗らず行こう。落ちていこう、落ちていこう。勝てるよ、落ちてる、勝てるよ。オッケーオッケー吹き出してるぜ。あー危ない。いった、オッケーいいよ。いきまーす。うふー、おい、完結戦めっちゃあるやん。うわうわうわ。オッケー。ジャンプの確認されたし。ふぅ、行こう。え、けん。あと、おー、でもあと2機になった。ラッキー。オッケー、3機やった。オッケー、切る。行くぞ。切る。いくらプレイ。よし、降りよう。よっしゃ。切る。キルユー。隠れながら、一応見つけ。切る。オッケー、切る。うわふぅふぅ、オッケー。ガラ空きだぜ。おう、地図ゲット。ナイス。いいね。あ、見せた。はい、行こう。よっしゃ。この上に降るってことやな。隠れながら行こう。隠れながら。あ、ゴー!あ、お、同じだね。マジで!やば!マジで!そんなことある?
すごい、さっきの。何さっきの。よいしょ、はい、どいてどいて、はい、どいてね、やっふー、どいて、あぶれ、待って、こっちも行かなあかんな、よし、オッケー、ふぅ、死にたまえ、ザコメが、やっふー、さっきなんで俺負けたんやろなってぐらい、あれ負け出したもんな、俺ゴーゴール、オッケー、あ、穴開いてるの、ここ危ねえ、オッケークリア、スプラトゥーン続く、エウレカセブンみたい、いいね、セーブ完了です。でも結構ね、やっぱジャイロ、この操作っていうかジャイロ視点切り替えてからやりやすい、視点切り替えが、お、およそ2000年前の地層から発見された最古の縄張りバトルの記録だ。この頃すでに4対4で行うなど基本的なルールを確立していたようだ。よくわからんけど。クリア！塗って見つけたやかんは？アイコンタッチしてスーパージャンプじゃ。おー、なるほどね。これマップ移動ができるんですよね。一撃でゲームパッド見たら。次ここら辺にありそうやな。この辺やな、多分。行こう！おっ。あんとかあるやん。オッケー、 9 UFO は実在した、目撃ハイカラシティ、行きます。もう順番結構バラバラで OK なんで、もうここ行きましょう。おし、行くぞ。 UFO は実在した、 UFO の情報あったなんですよ最初に。これ、あれはトルネードタコプターじゃ、敵こいつやっぱ行きつけて避けるんじゃ、なに、なに、やばっ、めちゃくちゃやんけ、攻撃方法。あぶれい、あぶね、そうなんや。隠れとこ。強い相手。突撃、敵、オッケー、開け、オッケー、オッケー、やべ、あお、やべ、おお、オッケー、うおー、危ね、オッケー、やべ、くあおむずいな、あぶれ、あぶれ、あぶれ、おお、あぶれ、やばい、あぶね、ザコが、待て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 、お、なんかある、登れるのか、こっち、あ、登れるのか、あー、危ない、
危なすぎ。ハリケーンやべえな。ほっ。オッケー。あ、やべえ、やーべえ。なに？オッケー。オッケー。やべ。ほっ。ああ。オッケー、チェック。オッケー、忍び寄る。はい、ごめん。いや。ほっほっほっ、ナイスナイス。オッケー、チェックマイン。うおぉ、マジで。おー、危ねえ。え、マジで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 。あ、上来るんか。うわ、やばい。それ危ない。おほほほ、危ねえ。逃げろ。逃げろ。あぶねえ。どうして？まさかの？あ、ちゃう？あー、逃げた逃げた。オッケーオッケー。あ、逃げるんちゃうんか。どうやってここ走んの？いてててて、危ない。え、これどうやって勝ちない？ちょ、待て待て、あいつが狙う、あいつ狙わなあかんのか。それともこのザコ倒したら終わるんか、いつか。やべ、やべ、おー、終わりそうじゃないな、これザコ倒しても。マジで？え、これどうやって出すん？あ、終わり。あ、オッケー、なるほどね。打ち続けとったわけね。うわ、危ねえ。いやー、確認されたし、やばかった。いや、マジやばかったって、ここほんまむずかったわ、このエリア。全滅仕掛け。さすがエリア9だけあるな。ほんまにむずかったわ。トルネードの範囲がいまいちわかりづらかったけど、まあ、なんとか、クリアって感じですね。うわ、むずかった。オクタリアの中にも人型に擬態できるものがいる。お、マジで。運動能力に優れ、非常に好戦的、階級が高いものは頭にワカメをつけている。その怪しげな人目は何を考えているのか、何も考えていないのか。ワカメつけとるやつおるってことか。ボスでおるんやな。階級高いやつにワカメつけとるっていう。おぉ。いやー、オッケー。お、300溜まっとる。300溜まってるよ。インク量は大事やけど。いや、そろそろシューターの連続欲しいな。これ大事やろ。こっちあげよう。インク量も大事やけど、まあ、ええわ。オッケー。はい。というわけで今回はね、エリア2つクリアしましたけど、結構、というかだいぶむずいね。あー、むずい。ぶっちゃけだいぶむずいっすよ。おっと。あー、ここ新しいとこありますね。ついここ行こうかな、じゃあ。とりあえず2つクリアしましたけど、結構ちょっと難易度難しくなってきてるんで、まあまあ、たまに全滅っていうのはあるかもしれないんですけど、まあできる限り、全滅はせずにね、クリアしていきたいと思います。あとはもうちょっと操作慣れたいですね。まあ結構慣れてきたんですけど、視点の動かし方とか、あとコマンドとかも、
まあ、ほとんど見ずにもう大体できるようになってきたんですけど、まだまだ言っても、その細かい動きとかが全然できてないんでね。まあ、こういうのをやっていきながら、徐々に上手くなっていこうかと思います。はい、というわけで、とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。